やあ、鈴木圭介だよ。さて、今回は、西野、一人、行きます。安藤くんがやられて、ここまで来ました。安藤くん。怨霊は倒すって言ったのに。村岡のところへ、戻ろうぜ。村岡さんのとこまで、行こう。そうだ。何か、他に方法がないか、聞いてみよう。もう最後の砦は村岡式子になっている。神に生まれ込まれた村岡式子な、なんか出てきそうやな、おい。さらになんか出てきそうな感じになっとるな、おい。これ他の方向に行ったらどうなるんだろう。ちょっと気になるけど行ってみだろう。間違えた、こっち。こっちとか気になるでしょ。闇が広がっていて先が見えない。そんな感じなんじゃ。崖みたいになってる。向こう側は床があるかすら分からんような感じになってる。地面があるかどうかすらも。もう異質の空間ってことは前から分かっとったけど、えらいこっちゃ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。よい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 。こっち。4組に行けって言ったな。まっすぐじゃ。まだ出てくるんかな。出てきたら、うわぁ、やめて、もうこんといて、こんといてくれ、青欲ばこんといてくれ、もう。もうそういうのはいいか。もう訪問サービスとかいいけん、訪問サービスとか。もうやめて、とっくに私のライフはゼロよ。だからやめてって言ってんでしょ。やめて、やめてよ。今、そんなことを言われたら、安藤くんに会いたくなって、死にたくなっちゃう。いいよ。次に安藤くんに会うのは天国だからな。あと、早まるな。西野早まるなよ。4組どこだろう。まっすぐ。まっすぐか。し、の、え？今の声って、まさか、安藤くん？ああ、まさか、ちゃうの？ちゃうの？え？こっちか。聞こえてきたん？こっちかい。西野、どこだ？安藤くん？死んだはずじゃなかったん。え、ぐちゃって音したよね。死ぬときぐちゃって音したよね。でかいやつに潰されて。西野！安藤くん、生きてたの？お寮に湧いてるんだ。ここを開けてくれ。え？いい、絶対死んどるだろ、安藤くん。安藤くん！逆になんで生きてるの？あのぐちゃって音から考えたら体バラバラになってるだろう。なのになんでこんなにピンピンしてんのって話になってるよ。なんなん、線作ったらピクピチンって。それでも合体ロボなん。安藤くん合体ロボやっけ、体バラバラにされても後で合体できるとかそういう体だったの。すごいね君。西野、早く。あ、安藤くん、どうして自分で開けないの？あ、ほんまや。確かに、自分だけで入ればいいやろ、お前。いくら硬い、開ければいいや、お前。ってことはだ、自分で入ってこれないということは、すなわち、こんなとこ出てさ、一緒にここ、行こうぜ。話そらそうとしてる。しかも話のそらし方下手くそやろ。なんでここ行こうぜの話なの、今。全然関係ないだろ。早く部活にも行きてえよな。な、西野。話そらず下手くそやろ、安藤くん。いや、安藤くんじゃないぞ、これは。安藤くんの見た目の怨霊。どうして引き戸を開けられないの？高校生活、楽しみだな。今言うことか、それ。なんで今言うことだ、高校生活。教室に入れないの？西野さんはもうそこつくからね。もう揚げ足を取るような感じでつくからね。
俺は将来プロ野球選手になるんだ。音量の世界で西野はずっと俺のマネージャーやってくれよな。安藤君。なあ西野。安藤君。もうこれは安藤じゃないな、絶対安藤じゃないな、これはもう不自然。お、泣いている西野が。さよなら。安藤くんへの思いを振り切る。あれそんな声だったの安藤くん。いや今音量やけどさ。わあ、私ちょ安藤くん、安藤くんもう色変わってま、めっちゃ色変わってますね。あんた青鬼チックになりましたね、あんたもてか殺意の波動に目覚めた安藤みたいな感じになってるやん。ストリートファイターの竜並みに殺意の波動に目覚めとんねえか。殺意安藤やん。殺意竜ならぬ殺意安藤になっとるやん。あんなことってある。巨人に潰されたらあんなことになる。殺意の波動に目覚めとるやないか。強いぞ、あれは強いぞ。あ、やっぱ西野一人になってもこれは続くんじゃ。あー、殺意安藤めっちゃ怖い顔してる。めっちゃ怖い顔してる。あと叫ぶんじゃない、耳に響く、夜眠れなくなる。まだ来るの、まだ来るの、殺人アート、まだ来るの。扉を叩く感じがガチやな。もう必死必死必死。目必死必死必死やけんな。キャー、何何何、壊れてるー、壁戸壊れてるー。壁戸がこれ侵入できるってことじゃん。入ってきてる、安藤くん入ってきてるよ、音量が。まさか教室の中に入ってくるの。ルール怖すぎだよ。怖い、この目は怖いぞ。開いたんじゃなくて開けたんだろうが。こじ開けたんだろうが。逃げなくちゃ。安藤くん満月見た狼男みたいな感じになってるやん。てかさ、教室に入ってこれないっていうルール潰してきやがったから。一部セーフティーをかけるためのもう安全を守るためのルール壊してきてるよ、相手が。ずるいぞ、もうゲーム側が送りを。あー危ない、シル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 、たどり着け、教室たどり着け、たどり着いた、たどり着いた。あー、やったー、あー危ない、サッチ3だったぞ今。ゲームオーバーになってもおかしくなかったぞ。セーブは教室入ったけどセーブさせろ。ここはセーブしとかなあかんパターンや。村岡さん、村岡さんはいいけどセーブ。まあいいか、村岡さん指揮官を探そうか。くぼみおるんやな、くぼみここや、くぼみおる。あれ見間違いかな、ごく普通の壁に見えるんやけど俺には。え、視聴者さんには見えとるよな、村岡しきこさんの顔が見えとるよな。え、俺だけか、俺のちょっと最近徹夜気味やけん見えてないだけかな。おらーん、おらんで、おらんで、向かう、え、おらんで、顔がおらんで、いない、どこへ行っちゃったの。唯一の頼みの綱やろ、俺が村岡四季さんに対して言いたいことを言ってくれてる。来た、どこだよ、俺もどうしようどうしよう、どこへ隠れる、隠れるとこなんかあるの、ここ、あ、そんなところ下に隠れるの、丸見えじゃない、丸見えじゃないそれ。そんなんでやり過ごせるの。私はいつも安藤君に助けられてきた、どうして私みたいな人に構ってくれるのかわからなかったけど。安藤君のもう好きなんじゃないの、西野のこと。結構フランクに話しかけてくれる感じやけど、いつも楽しそうに話してくれるのか嬉しかった。
西野さん他に友達おらんタイプ？でもそんな安藤くんが死んでしまった。いい人はすぐに亡くなってしまうっていうホラーゲームの定番。しぎこさんの謎、謎だらけやもんな。なんであんな巨大なやつがプールの底に眠っとったかもわからんし、親子連れ、お前らな3人誰やねん。どうして闇の木造校舎に人々を引きずり込んでいるのか。それはもう元凶やな。一番元の謎やな。どうしてプールの水を抜いても倒すことができなかったのか。あの巨大化したしきこさんは何なのか。イレギュラーにイレギュラーを重ねてくるからな。いろんな謎が頭の中を駆け巡った。でも今はそういうところじゃないです。もはやバイオハザード3のタイラントレベルである。安藤君は引き戸を破り安全地帯だった教室へ侵入してくる。もうどこにも逃げられる場所はなかった。終わり？え、終わりなんこれ。脱出することもできずに、ましてや安藤君に見つかってやられるところもなしで、そういう終わり方？中途半端なとこで終わったな。ここまでなんか、うわぁ！調子乗んな。壊れるって分かったからって調子乗んなよ。てかこの机絶対に外から見えるから。わあ、足音でかないっすか。安藤くんそこまでの体重ありそうには見えんかったけどな。野球部とはいえ。そこまでドタドタ言わせるような足音でなかったと思うぞ俺。誰か。助けて。その、助けてのとこで終わるんじゃ。こんな終わり方ありかよ。ああもう、二人はもう二度と会えませんみたいな感じでやめて、それ。絶望に絶望を犯された結果がこれだよ。サイレントヒルだよ。サイレントヒルじゃないわ。サイレンだよ、もうサイレン。サイレン知ってるか。どうあがいても絶望ってやつだぞ、お前。もう今の西野って、これはもうどうあがいても絶望だからな、もう。というわけで、恨みっこ次の日いたんつ、第2話。すごい意外な終わり方した。予想外の終わり方。どっちつかずな終わり方やけどさ。これは要するにこの後はもう絶望しかないよっていう、そう言いたいこと表現したのかな。そんな感じやけど、というわけで今回はここまで。次のパートからは第3話をやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。週明け。宣伝タイム出てきちゃった。視聴者のみんなチャンネル登録してしたくねえよ、気持ち悪いとか言わないで。